いつもありがとうございます田中康彦です今回の朗読作品は芥川龍之介作ある恋愛小説ですこの作品は1924年大正13年4月に刊行されました雑誌婦人グラフに掲載された作品ですそれではお聞きください芥川龍之介作 ある恋愛小説。あるいは、恋愛は史上なり。ある婦人雑誌社の面会室。主室。でっぷり太った四十前後の紳士。堀川康吉。主室の太っているだけに、痩せた上にも痩せて見える三十前後の、ちょっと一口には形容できないが、 とにかく紳士と呼ぶのに躊躇することだけは事実である。今度は一つうちの雑誌に小説を書いてはいただけないでしょうか。どうもこの頃は読者も高級になっていますし、在来の恋愛小説には満足しないようになっていますから、もっと深い人間性に根ざした真面目な恋愛小説を書いていただきたいのです。 それは書きますよ。実は、この頃、婦人雑誌に書きたいと思っている小説があるんです。そうですか。それは結構です。もし書いていただければ、大いに新聞に広告しますよ。堀川氏の筆になれる、愛縁極まりなき恋愛小説とか、なんとか、広告しますよ。愛縁極まりなき。しかし、僕の小説は、恋愛は史上なり。 というのですよすると恋愛の賛美ですねそれはいよいよ結構です栗屋川博士の近代恋愛論以来一般に青年男女の心は恋愛至上主義に傾いていますからもちろん近代的恋愛でしょうねさあそれは疑問ですね近代的会議とか近代的盗賊とか近代的白髪染めとか そういうものは確かに存在するでしょう。しかし、どうも恋愛だけはいざナぎ、いざなみの昔以来、あまり変わらないように思いますが。それは理論の上だけですよ。例えば、三角関係などは近代的恋愛の一例ですからね。少なくとも日本の現状では。ああ、三角関係ですか。それは僕の小説にも。 三角関係は出てくるんです。ずっと筋を話してみましょうか。そうしていただければ好都合です。女主人公は若い奥さんなんです。外交官の夫人なのです。もちろん、東京の山手の邸宅に住んでいるんですね。性のすらりとした物腰の優しい、いつも髪は、 一体読者の要求するのはどういう紙に言った女主人公ですか耳隠しでしょう。じゃあ耳隠しにしましょう。いつも紙を耳隠しに言った色の白い目のさえざえしたちょっと唇に癖のあるまあ活動写真にすれば栗島澄子の役どころなんです。夫の外交官も新時代の方角詩ですから心配悲劇じみたわからずやじゃありません。 学生時代にはベースボールの選手だった。その上、道楽に小説くらいは見る。色の浅黒い講談師なんです。新婚の二人は幸福に山の手の邸宅に暮らしている。一緒に音楽会へ出かけることもある。銀座通りを散歩することもある。もちろん、震災前でしょうね。ええ、震災のずっと前です。一緒に音楽会へ出かけることもある。 銀座通りを散歩することもあるあるいはまた西洋間の伝統の下に無言の微笑ばかりかわすこともある女主人公はこの西洋間を私たちの巣と名付けている壁にはルノワールやセザンヌの複製などもかかっているピアノも黒い銅を光らせている鉢植えのヤシも葉を垂らしている とといいいうと多少気ががいていますす家賃は案外安いんですよそういう説明はいらないでしょう少なくとも小説の本文にはいや必要ですよ若い外交官の月給などはたかの知れたものですからねじゃあ家族の息子に押しなさいもっとも家族ならば伯爵か爵ですねどういうものか公爵や公爵は あまり小説には出てこないようです。それは伯爵の息子でも構いません。とにかく西洋間さえあればいいんです。その西洋間か銀座通りか音楽界かを第1回にするんですから。しかし妙子は、これは女主人公の名前ですよ。音楽家の達夫と婚意になった以降、次第にある不安を感じ出すんです。 達夫は太鼓を愛している。そう、女主人公は直角するんですね。のみならずこの不安は、一日増しにだんだん高まるばかりなんです。達夫はどういう男なんですか達夫は音楽の天才です。ローランの書いたジャン・クリストフと、ワッセルマンの書いたダニエル・ノート・ハフトを一眼にしたような天才です。がまだ貧乏だったり、何かするために 誰にも認められていないなんですがね。これは僕の友人の音楽家をモデルにするつもりです。もっとも僕の友人は美なんですが達夫は美なんじゃありません。顔は一見ゴリラに似た東北生まれの野蛮人なんです。しかし目だけは天才らしいひらめきを持ってるんですよ。彼の目は一階の炭火のように普段の熱をはらんでいる。 そういう目をしているんですよ。天才はきっと受けましょう。しかし、妙子は外交官の夫に不足のあるわけではないんです。いや、むしろ前よりも熱烈に夫を愛しているんです。夫もまた妙子を信じている。これは言うまでもないことでしょう。そのために妙子の苦しみは一層募るばかりなのです。つまり、私の近代的というのは、 そういう恋愛のことですよ。達夫はまた毎日伝統さえつけば、必ず西洋前顔を出すんです。それも夫のいるときならばまだしも苦労はないんですが、太子の一人留守をしているときにもやはり顔を出すんでしょう。太子はやむを得ずそういうときにはピアノばかり弾かせるんです。最も,も夫のいるときでも達夫は大抵ピアノの前へ座らないことはないんですが、 そのうちに恋愛に落ちるんですかいや、容易に落ちいらないのです。しかし、ある二月の晩、達夫は急にシューベルトのシルビアに寄する歌を弾き始めるんです。あの流れる炎のように情熱のこもった歌ですね。太鼓は大きいヤシの葉の下にじっと耳を傾けている。そのうちに、だんだん達夫に対する彼女の愛を感じ始める。 同時にまた目の前へ浮かび上がった金色の誘惑を感じ始める。もう五分、いやもう一分経ちさえすれば、太鼓は達夫のカイの中へ体を投げていたかもしれません。そこへ、ちょうどその曲の終わりかかったところへ幸い主人が帰ってくるんです。それからそれから一週間ばかり経った後、ち、太鼓はとうとう苦しさに耐えかねえ 自殺をしようと決心するんですがちょうど妊娠しているためにそれを断交する勇気がありませんそこで達夫に愛されていることをすっかり夫に打ち明けるんですもっとも夫を苦しめないように彼女も達夫を愛していることだけは告白せずにしまうんですがそれから血統にでもなるんですかいやただ夫は達夫の来た時に冷ややかに訪問を謝絶するんです 辰夫は黙念と唇を噛んだまま、ピアノばかり見つめている。太子は戸の外に佇んだなり、じっと忍びなきをこらえている。その後、二月と立たないうちに、突然感銘を受けた夫は、品の藩校の領事館へ赴任することになるんです。太子も一緒に行くんですかもちろん一緒に行くんです。しかし、太子は立つ前に達夫へ手紙をやるんです。 あなたの心には同情するが、私にはどうすることもできない。お互いに運命だと諦めましょう。大体そういう意味ですがね。それ以来、妙子は今日までずっと達夫に会わないんです。じゃあ、小説はそれぎりですね。いや、もう少し残ってるんです。妙子は半校へ行った後も、時々達夫を思い出すんですね。のみならず、 姉妹には夫よりも実は達夫を愛していたと考えるようになるんですね。いいですか太鼓を囲んでいるのは寂しい藩校の風景ですよ。あの党の最高の詩に、聖戦歴々、寛容樹、放送生成大無酒と歌われたことのある風景ですよ。太鼓はとうとうもう一度、 一年ばかり経った後ですが、達夫へ手紙をやるんです。私はあなたを愛していた。今でもあなたを愛している。どうか自ら欺いていた私をかわいそうに思ってください。そういう意味の手紙をやるんです。その手紙を受け取った達夫は、早速品へ出かけるんでしょう。到底そんなことはできません。何しろ達夫は飯を食うために、 浅草のある活動写真館のピアノを弾いているんですから。それは少し殺風景ですね。殺風景でも仕方はありません。辰夫はバスへのカフェのテーブルに太古の手紙の封を切るんです。窓の外の空は雨になっている。辰夫は放信したようにじっと手紙を見つめている。なんだかその行の間に太古の西洋間が見えるような気がする。 ピアノふたに伝統の映った「私たちの巣」が見えるような気がするちょっと物足りない気もしますがとにかく近代の傑作ですよぜひそれを書いてくださいあ実はもう少しあるんですがおやまだおしまいじゃないんですかええそのうちに達夫は笑い出すんですと思うとまたいまいましそうに畜生などと怒鳴り出すんです はは発狂したんですね。何バカバカしさにゴーをにやしたんです。それはゴーをにやすはずでしょう。元来達夫は太古などを少しも愛したことはないんですから。しかしそれじゃ、達夫はただ太古のうちへピアノを引きたさに行ったのですよ。いわばピアノを愛しただけなんです。なにしろ貧しい達夫には。 ピアノを買う金などないはずですからねですがね堀川さんしかし活動写真館のピアノでも弾いていられた頃はまだしも達夫には幸福だったんです達夫はこの間の震災以来巡査になっているんですよ護憲運動のあった時などは善良なる東京市民のために袋叩きにされているんですよただ山の手の巡回中 まれにピアノの音でもすると、そのうちの外に佇んだまま、儚い幸福を夢見ているんですよ。それじゃあせっかくの小説は。まあ、お聞きなさい。妙子はその間も藩校の住まいに相変わらず辰を思っているんです。いや、藩校ばかりじゃありません。外交官の夫の転任するたびに、上海だの、北京だの、天津だのへ、 一時の住まいを移しながら相変わらず達夫を思っているんですもちろんもう震災の頃には大勢の子持ちになっているんですよえっ、ー、と年子に双子を産んだものですから4人の子持ちになってるんですよおまけにまた夫はいつの間にか大酒飲みになってるんですよそれでも豚のように太った妙子は本当に彼女と愛し合ったものは達夫だけだったと思っているんですね 恋愛は実際至上なりですね。さもなければ、到底太古のように幸福になれるはずはありません。少なくとも人生のぬかるみを憎まずにいることはできないでしょう。どうです、こういう小説は。堀川さん、あなたは一体真面目なのですかええー、もちろん真面目です。世間の恋愛小説をご覧なさい。 女主人公はマリアでなければクレオパトラじゃありませんか。しかし人生の女主人公は必ずしも定女じゃないと同時に必ずしもまたインプでもないんですもし人のいい読者のうちに一人でもああいう小説を真に受ける男女があってごらんなさいもっとも恋愛の円満に成就した場合は別問題ですが万一失恋でもした日には必ずバカバカしい自己犠牲をするか さもなければ、もっとバカバカしい、復讐的精神を発揮しますよ。しかも、それを当事者自身は、何か英雄的行為のようにうぬぼれきってするのですからね。けれども、私の恋愛小説には少しもそういう悪影響を普及する傾向はありません。おまけに、結末は女主人公の幸福を賛美しているんです。冗談でしょう。とにかく、 うちの雑誌には到底それれは載せられませらまんそうですかじゃあどこか他へ載せてもらいます広い世の中には一つくらい私の主張を入れてくれる婦人雑誌もあるはずですから安吉の予想の誤らなかった証拠はこの対話のここに載ったことであるありがとうございます。 朗読は田中康彦でした。